16時のお楽しみパズマリー裏ワールド8の10まで来た。あと何面だ？ 4 つ面ぐらいですかね。はい、やっていきましょう。炎。炎か。どうしようかな。クラウドバリア欲しいんだよね。一括さんも欲しいんだよね。いやー、どっちか切らなきゃいけないのか。どっちか切らないと火力不足に陥りますからね。ってなったら、まあ、噛み合わせがいい方っつったらこっちの方が多分噛み合わせはいいと思うんで、ちょ、これでいきますか？よし。で、まあ、これでロゼちゃん選んでいきましょうと。あ、火力重視でもよかったかな。でもそうだと火が多いから、あ、まあまあまあ、どっちもどっちかな。はい、やっていきます。はい。ちょっとね、冷静に。まあ、ドア玉はね、ドア玉はしっかりやろう。3、4。よし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 、いいんじゃないでしょうか。もう気づけばね、このパズマリもパート99ですよ。感慨深いですね。あの頃は、まだ桜が咲いていたシーズンだった気がする。いや、桜はもうすでに散ってたかもしれないけど。シーズン的にはそんなシーズンだった気がしますよ。ね、パズドラのパの字もわからない状態から始めて、最初はあまりにも簡単だったから、おやおや、こんな簡単でいいんですかみたいな舐めた口聞いてたらね、案の定、スッとこうね、足を取られてしまうこの悲しき恋のメロディー。そこから黙々と練習を積み重ね、来たるは、もう、夏ですよ。このパートが上がっているのは何月何日ですか？10年後の私に、今も元気でいるでしょうっていうさ、曲あったよね、昔ね。初音ミクで。10年後の私へ、今も、ねん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 ってあったでしょ。あの曲すごい好きなの。あの人すごい好きなんですよ。僕の、でってれー、にーにー、ででってれー、でで、てってれってるのニコニコトゥール。そうだよ、あの頃のね。あの頃のニコニコは良かったよな。マジで。ボーカロイドなんで廃れちゃったんだよな。なんていう話がね。ついこの間のように思い出されるぐらいの時期に撮ってます。はい。相当取りだめしてるな、もって言って思ったでしょ、今。相当取りだめしてます、パズマリに関しては。いや、っていうか、そうですね。取りだめできるやつはもう取りだめとこうっていうの最近のモットーなんで、相当取りだめてます。ね。そうですよ。だから僕がさっき歌ったね、10年後のホニャララみたいな曲も、あの頃のボーカロイドは良かったな、ちゅうのね、多分思い出なんですよ。やば、闇が揃わない。闇が来なかった。よし。4ショッパだからな、噛み合わせ悪いな。ちょ、ロゼちゃんだけ頑張ってもらおうかな。はい。ジェーン、ビューン。はい、先生、ゴギードゥーン。あんまり噛み合わせやっぱり良くないっすよね。分かってはいたんだが、これ、ちょっとさ、全部使ってみない？ギガパックン使うじゃん。で、炎がなぜか生まれるじゃん。で、ジゾフラ使うじゃん。で、ジゾフラ使って、で、この草を一回ハートに変えて、ハートに変えることによって、なんと、今度これが闇になる！すげえ！何がすげえのか全くわかんないっていう。で、しかも赤これできっちり消さなきゃいけないっていう、むしろハンデを追っていくっていう。これいいんじゃない？いいんじゃないの？いいんじゃない？いろんなことを無駄遣いした気がする。いいな。金持ちはこういう感じで無駄遣いしていくんだろうな。羨ましいぞ、金持ちが。こう抜けて、こんな抜けたらなんか適当にコンボ重なってるんじゃないですかみたいな、そういう攻撃。あ、すげえ。めっちゃ開いた。あー、めっちゃ開いた、めっちゃ開いた。すげえ、すげえ、すげえ。何の話でしたっけ？ボカロの話？あ、ねえ。ミックミックに敷いてヤンヨーの世代なんで、僕は。最近わかんないですよね。最近も何もないですよね。ほんとなくなっちゃったよね。ボカロの人気曲ね。あれなんだな。みんな、ゴールデンボンバーもついこの間言ってたけど、みんな、曲のことをなんか聞いてないんだなーって僕言ってたからね。ゴールデンボンバーもね。僕たちが流行ってるってことは、曲のことをあんまり気にしてないんだみんなーって言ってたからね。キュービンショーもね。そういうことなんだろうな。
世の中不条理ですよね。ガクトもガクトでブーされてたからね。もう全然曲が売れねえだなんだっつって、てめえら曲買えよカスどもみたいな、この愚民どもがみたいな言ってたしね。ガクトって今ゲーム実況やってるんですか、そういえば。話が飛んでいく。あっちゃこっちゃに飛んでいく。え、やってるの？なんかさ、一時期さ、そのゲーム実況始めましたみたいな、下界どもの奴らにと共に文化を歩んでいくぜこの野郎みたいなさ、なんかそういう。いや、僕ガクト好きだよ、ガクト好きだよ。俺の中のガクトってそういうキャラ、単純で、なんだっけ、で、あ、そうそうそう、だからね、始めたじゃないですか、なんかゲーム実況、なんかロックマンとかやってたじゃん。あ、やってんの、未だに。どうなんですかね、なんかさ、いやなんかさ、マジで最近さ、芸能人が YouTuber になりすぎてるんだよ。いや、芸能界は芸能界でやっとけって、マジで。悪いこと言わねえから。うん、いや、悪いこと言わねえから。いや、どう考えても小島よしおとか芸能界の方が向いてるから。絶対 YouTuber とか向いてねえから。俺生配信どんだけやってるかって分かってんの。もうアドバイスよ。お前多分芸能界の方向いてる。超上から。1,2,3,4,5。絶対そう思うしね。ピエーイって言ってるのはテレビの方が似合う。君はスターだからね。キリ。しゃあ。なんか、話が飛びすぎちゃって何の話題に統一してるのかさっぱりわからないんですけど。あ、気づいたらボスですね。早いですね。さあ。今日のボスは、イエーイ、クリボキーラー。どうしようかな。いや、まあ4色だからもうこのままロゼササ行きましょう。集中。あべ、積んだ、ごめん。あ、ミスった。やべ、超ミスった。あべ。はい。落ち込んで多分これ落ちたけど、あんまりなんかこうね、あんまり嬉しくない感じ。落ちるよね、危ねえ、今落ちねえかと思った。怖い。よし。さあ、ちょっとこのまんまもう一面いけるんだったら行ってみたいですか。はーい。せーの。すごいね、ケロンパとか普通に仲間になっちゃうあたりね。てかさ、ちょっと一個悩み言っていいっすか。ブソブソってどうやったら仲間になるんですか。ブソブソ、あとね、もう残り図鑑がね、ブソブソと、あと、赤カメックなんですよ、雑魚キャラが。4色行きましょう。で、何がない？光がない。光がないんだったらもうこれは闇統一で行くしかないか。で、光1個だけだから、これ多分、あれだな、バグバグちゃんを、抜けて、こうかな。これだときついから、光外すんでしょう。こうか。あ、水がないか。じゃあ、こうか。こうだな。大丈夫これ。光草や水。まあ、いいんじゃねえかな。まあ、大丈夫じゃねえ。わかんない。なんか、すごい適当に組んだけど。なんか、やられちゃいそうな気がしないでもないですけどね。ほんと、全然ゲットできないんですよね。6コンボね、6コンボ。はい、1、2、3、下下がって、1,2,3 下下がって、これ作って闇まで持ってけなかった。よし、まあでも OK でしょう。え、OK じゃねえ、全然闇がねえってか。は落とせねえし。やば。これヒーリー。おら。ほら、やべえ。マジかよ。炎じゃなくていいな。水の方がいいか。水はでも組めるな。草っぽいな。草を一番最後にスッとそこに入れていく感じ。こうやって先に組んで、やって、持ってけねえ、そこに草。もう一個来ない。やばい。これはね、多分左のやつにやられるやつですよ。ジュゲムは大丈夫なんだけど、左のやつが結構きついやつですよ。はい。で、これヒールウェーブは使えない。1、悩みますよね。ほんと悩むよね。いや、水がきついな。
ここ抜けてこっちまで行っちゃうとやべえ。やっちゃった。やらかした。やらかした。やらかした。やっぱ5色はこっちだときついんだよな。わかってんだけど、完全になんか俺のパーティー目立ってきてる感が否めないしんだ。いやいや、うわ、ちょ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 なんで生きてんだ。なんで生きてんだかわかんねえけど生きてた。やべえ。一矢報いた。一矢報いたけど、その先がどうなるかわかんねえし、草。あ、草がない。草がない感じ？草がない感じ。はい。はい。ダメだな。どうしようもないな。まあでも、ここは耐えるでしょ。クラガード、クラガード、負けたわ。ちょ、待って、これ一回引きます。一回撤退します。戦略的撤退。これはだって次のターンに一気取られちゃうんで、いいでしょう。これはもう戦略的撤退でしょ。もう、うまく噛み合わなすぎた。いろんなことが噛み合わなすぎた。もうそういう時もある。だから次、はい。切り替えてもう一回行きましょう。よし。本当に、もう5コンボ、5コンボ、5コンボ、5コンボはきつい。マジで。やってる方も見てる方もきつい。1、2、2、抜けて3。炎がきついのかな。1、2で抜けて3で、こうして、こうして。いや、まあでも、まあ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 。いやー、マジでこれきついぞ、これ。来たぞ。来たぞ。もうハマった日はマジでどこまでもハマってくから、そこなし沼だから、マジで。いや、マジで。ほんと底なし沼だから、このゲーム。ほんときついから。マジで、運がない日のこのゲームのきつさ、マジ尋常じゃねえからね。3、4、5、6、OK!6、7、OK! よし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 、肩を倒した、肩を倒した。ワンチャンス、ワンチャンス。片方どころじゃねえわ、一発で持ってったわ。もうほんと運ゲーでしょ。ほんとに俺の、あー、これは終わったんじゃ。うわ、避けようがないんじゃ、マジで。はぁ？水もねえし。3、4。草も入る。オッケー。よし。いや、これ持ちなくないか、真ん中。結構キラータイプきついぜ。とりあえず、落としはしたが、だがしかし、だがしかし、戦況変わらず、きついことにはなお、後院やんことし。無理ーやっちゃったし、しかも今微妙に挟んじゃったし。どっちか落ちません？左落ちね。おー、ラッキー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 。16万で落ちる。16万で落ちる。16万で落ちるから、そういう組み方をしていけばいい。16万で落ちる組み方って何ですのん？何ですのん？ラッスンゴレライ聞きませんね、最近。なんですのも彼らのギャグではないと思うんですけど。それ全然聞かないね。どこ行っちゃったの？あの騒動の一件以来どこ行ってしまったんですか、彼たちは。早いよな、そう考えると最近な。こう、消費がな。激しいったらあれしないよね。どん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 新しいのを入れてったら、どん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 粗悪なものが生まれてくるよっていうね。ほんとね、完全に当たりショックですよ、当たりショック。ちょ難しい話になったね。当たりショック。当たりショックですよ。もう僕らゲーム業界に関わる人間がね、ゲーム業界に関わる人間がね、どんだけ上から目線だよ、てめえ。ただの一実況者の一ゲーマーだろ、バカ誰が。何を抜かしてんねん、てめえ。お前さ、言っていいことと悪いことがあるだろうがよ。マジで。ね、なんだっけ。いいや、なんかもう言いたいこと忘れな、吹っ飛んだわ、今の。完全に言いたいこと吹っ飛んだ。いやー、まあ、来ない。さあ、キャットウォーク使う。闇がないんだなー。大裏欲しかったな。やば。ちょー、なんかもう、ふわふわしてる。ふわふわしてる。ふわふわしてる。よし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 。ハートが結構邪魔だからな。ちょっとハート除去できるやつ連れてくるべきだったね。間違いなく。
はいはいはい、1,2,3、ハート落ちて、草落ちて、オッケー、よし。まあでも立ち回れてはいるかな、いるかね。うん、大浦連れてきて、大合唱の代わりに大浦ったら見えたかもしれないね。そうすると多分光が2つになっちゃうから、ちょっとそこがちょっとパーティー的に噛み合わないかなみたいなのをちょっと思ったんですけど、くっさー、人数プーンっつったから正解かと思った。じゃあ闇行くか。まあ、真ん中にあれがありましたからね、ハテナブロックがありましたんで、まあそのまま突き進んでいく。縦と同時手抜きすぎじゃねそれそれめっちゃ手抜きすぎじゃない？別に縦に並べるか並べないかの話じゃなくね。普通に並べるくね、縦に。何なんだそれ。よくそこ噛み合っちゃったね。はい。からの、クッパちゃん使って、ポイズンスモーク使う？ポイズンスモーク使ってみます？あんまポイズンスモークって今まで使ったことないんですけど、あれですよね。木と闇にするんですよね。全ブロックね。えぐいね。えぐいね。なかなかえぐいですよね、これね。で、一括して、どうやってコンボつなげる、これ。これ、こうして、こうして、こうして、こう。あ、すげえ、綺麗。あ、なにこれ、めっちゃうまい。イェーイ、イェーイ、すげえ、なんか綺麗になった。なんか、めっちゃパズドラ主っぽい。めっちゃパズドラ主っぽい動きした、今。なんだったんだ、今のは。初めて使ったかもね、ってか、あれね。そもそもね。やべえ、きつ。はい。はい、積みました。はい、はい、はい、はい。はい。ここ積むだろうな。なんかそんな気する。バインドでしょ？バインド。そこは大丈夫。もうワンバインド。あー、積んだ。はい、負け。はい、負け。やる気がそがれていく感じで、はい、負け。しかもマリオの方3ターンだしね。でトゲちゃんが無慈悲に攻撃してくるからね、後ほど CM の後で。はい、5、6、3.5倍、 3.5 倍じゃつらい。これ左、いやー、呪言持ってった方がいいよね。授業持ってけないっすね、3.5 倍じゃね。厳しいっすね。冷静に実況してるもんな。厳しいっすね。無理っすね。みたいな。ああ、厳しいっす、厳しいっす。はいはいはい。みたいな。そうっすね。したら、じゃあもう、ここは、追いつかなかった。もうじゃあ、こっちでいいんじゃないですか、トゲちゃんで。はい。はいはい、トゲちゃん、トゲちゃん。やっぱね、バインド本当に辛いな。マジで。バインドに関してはもうどうしようもないね。バインド状態を防ぐみたいなさ、特殊能力あるけどさ、そういうキャラ入れたらすげえ弱くなるから、結局本末転倒だしね。いやー、苦しい限りでございますよ。改めて。1,2。上から行こうかな。どうせ闇作れないんじゃないかなと思うんですけど。よいしょ。よいしょ。ですかね。まあ、ワンチャンスありそうではあったけど。あー、マジ、慈悲もクソも減ったくれもねえ、マジで。本当に。ちょっとせめてワンチャンスくれよ。頼むよ。いやー、マジ慈悲も減ったくす。6666、ナイス6、ナイス6、ナイス6。で、闇ないから、これは10ゲーム。落ちるべ。よーし、よしよしよし。ほんと倍数ゲーム。ほんと倍ゲーム。で、こうして、あー、違う。ごめん。ちょっと待って、もう、やばい。ちょ、疲労度がピークに達してきたぞ。疲労度がピークに達してきたぞ、これ。左、落ちきる。落ちきっちゃう。どうしようかな。一括まだ貯めとく？
これでもこれだな、キャットウォークだけ使っといて、まあ、なんかに備える。で、揃えつつ、抜けつつ、3、4、うん。フォローもクソも減ったくれもねえな。あ、フォローといえば、ツイッターのフォロー、よろしく！最近ちょっと言ってこうかなと思ってるんですけど。意外とそういうとこちゃんと言っていかないと気づかれないやわっていう ね。ちょっとあれだね。スプラトゥーンの動画で言ってこ。スプラトゥーンの動画みんな見てくれてるから。パズマリ意外とみんな見てないから。いや、そんなことないよな。見てくれてるよな。パズマリが一番好きな人っていっぱいいるよな。本当だよ。本当だよ。僕パズマリが一番好きですっていうね。数少ない民を囲っていくから、パズドラの民を。パズドラの民な、どうするか。パズドラの民、最近なんかパズドラの民元気ないって聞くけど、元気出せよ。なんか本家パズドラが全然人気なくなっちゃって、なんかみんな周り全然やらなくなっちゃって、うえーみたいな空気らしいけど、頑張れよ。そうなってからが本番だからな、ゲームっていうのは。そう、過疎ってからが本番。そう、過疎門もそうだからね。これわかんねえ。わかんねえよ。さっきの奇跡だな、マジで。さっきの奇跡だな。ちょっとあれだね。今回のトピックは、2色で、こんなコンボができちゃうようになりました、だな。決まったわ。毎回ね、いつもタイトルっていうかサムネのところに入れるね。はぁー、マジさ、先制攻撃9999とか頭湧いてんだろ、マジ。ショップ99行っとけよ。てめえばよ。100均じゃなくてショップ99行っとけよ、マジで。本当に。知らね。プーンだ。プーンだ。お前みたいなやつなんかプーンだ、マジで。ショップ救急行っとけよ。1、2、3、4、5、4、5、6、7、やったぜ。多分3分の1ぐらいじゃない？意外と入るね。やっぱ火力パだわ。火力あるわ。はい。じゃあキャットウォーク使って、タイヤリでしょう。あ、意外とタイヤリにならなさそう。難しいですね。まあ、で、あと4ターンあるから、あと4ターンあるから、いけるいける。いけるいける、一括一括。はいはい、一括一括。こうして、こうして、こう。はい。草重なって、青重なって、対戦、ありがとうございました。さあ、ということで、お送りしてまいりました。パズマリ、第99回。ここまでね、ご覧いただいて、皆様、パズドラの民の皆様、ありがとうございます。記念すべき、100回目は、明日、いや、明後日かな。多分、公開。砦と、あれもしかして、あ、いや、クリアマンじゃねえかな。どうかな。あと何面、ちょっと下で確認していい？あと何個？1、2、あー、わからない。